ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。というわけで、今回は2015年に活躍した無冠デッキ5選ということでやっていきたいと思います。まず、2015年はですね、年明けに禁止改定がありまして、まあ、悪名高きといいますか、散々暴れ回った時を超えた探索、そして宝船の巡航が禁止、そして出産の殻も禁止ということで、無冠がね、幕を開ける形になりました。そしてですね、その直後にリリースされたのが、ダルキル覇王隊に続くセット、運命再編。そうですね、今をときめくあのカード、精霊竜ウギンが初めて収録されたセットでもあります。しかし、当時のスタンダードは、ペッチランドが存在することから、色マナをね、確保するのが容易だったものの、マナを伸ばすっていうのをね、今と比べたらちょっと難しい環境でありました。まあ、そのためですね、出た直後は、あまりユーギンがね、出た瞬間活躍っていうね、感じの環境ではなかったようですね。ですが、まあ、最初にこのカード、まあ、精霊竜ウギンに目をつけたデッキがあります。そう、それはですね、現在も活躍する、まあ、モダンのね、元祖ビッグマナデッキと言ってもいいでしょう。最初にご紹介するのは、赤緑トロンです。トロンデッキは、ウルザの魔力炉、ウルザの塔、ウルザの鉱山の3種類のウルザランドを揃えることによって、3ターン目に7マナ、そして4ターン目には最大で10マナを叩き出し、大量のマナから全てを解決するというシンプルな戦術で、12ポストに続くランプデッキとして、モダン制定時より存在していたデッキです。しかし、トロンは決して簡単なデッキというわけではありません。12ポストとは違って、全てのウルザ土地を盤面に揃えないと、土地1枚からは無色1マナずつしか手に入りません。そして3種類の土地が初手に全て揃う確率はたったの 5.3%。 2015年当時は現在のようにロンドンマリガンも制定されていないので、この3種類の土地を揃えられる確率はマリガンをすればするほどに低くなっていくことになります。この弱点を補うためにトロンデッキは各色に分岐し、いかにウルザ土地を揃えるかをそれぞれの色に適した方法で探していくことになります。最初に流星したのは青白トロン。これは差し戻しなどのカウンターとドローを交え、序盤の対応力に特化し、時間を稼いでトロンを揃える妨害にも強くなったタイプで、ゲームの序盤は通常のコントロールデッキのように振る舞うことになります。次に流星したのが緑タントロン。これは森の戦術や古き門の活性などを緑の土地サーチを生かし、この3枚の土地をいち早く揃えて勝つというもの。しかしトロンは大量のものを出した後もまた難しいデッキです。3ターン目のバームトグルエンジンが簡単に処理されてしまったら、解放されたものカーンの妨害速度が追いつかなかったらと、高速な無断環境においてトロンの悩みはつきません。そんな中、2015年に登場したのが精霊竜ウギンです。マイナス X は盤面の6マナまでの有色のパーマネントを追放することができるという、これでゲームを終わらせてくださいと言わんばかりの1枚。一度叩きつければ生き残った後も通精度を2ずつ開けながら稲妻を打ち放題。旧世代のプレインズウォーカーとはいえ、やっていいことと悪いことがあるのではないでしょうか。それだけではなく、2015年10月の戦乱の前理間にて、絶え間ない気が、ウラモクがトロンに追加されます。殴った時にライブラリを20枚追放するという非常に斬新な効果を持ったこのカード。パワーが10あるので、2回殴れば確実に死ぬ上、3回殴ればライブラリアウト。戦場に出てパーマネント2つ追放という能力全部乗せのようなこのフィニッシャー。10マナとトロン的には軽く、緑トロンなら最速4ターン目に出てきます。この強化も相まって、戦乱の前理間後のグランプリサンパウロ2015において、赤緑トロンは3位入賞という結果を残し、トロンデッキは歴史に名を刻みました。続いてはスーパークレイジーズ。この年に歴史に名を刻んだのはトロンだけではありません。スーパークレイジーズは日本が誇るデッキ構築の奇才、松岩こと伊藤敦史氏が開発した高速コンボビートダウンデッキです。始まりは、わめきサーグ、マンドリルでした。2で活躍する野生のナカティルが、1マナ33で活躍することから、6マナ44トランプルで、墓地のカードを追放すれば、自身のマナコストの代わりにできるこのカードが、1ターン目から1マナでキャストできれば最強だろう、というのが構築のスタート地点とされています。ライフを支払うことをコストに唱えられる、帰宅者派の調査や、通りの悪霊による2点ライフを払ってのサイクリングを駆使することによって、1ターン目から大量にカードを墓地に叩き込み、軽くわめきサーグ、マンドリルをキャスト、そして勝利、というのがこのデッキの最初の設計図。しかし、この大量のライフの支払いの最中で1枚のカードが採用候補に浮かび上がります。それがこのデッキの核となる、当時全くミミクをされていなかったレアカード、死の影です。死の影は1マナ13、13という見かけ上破格のスペックを持ちながら、自分のライフ分マイナス修正を受けるため、自分のライフが13点以上であった場合、立っていることもままならないカード。しかし、このデッキで大量にライフを支払えば、巨大になった死の影を2ターン目にキャストすることもあり得ます。さらにダメージ計算前にティベルの激闘を唱えて、トランブルと2段攻撃を付与すれば相手が爆死するという全く新しいデッキが誕生しました。自分のライフが少なければ少ないほど死の影のサイズが上がりやすくなる、その性質から1ターン目に自分に稲妻を打つなんてことも。その挙動はもはや単なるビートダウンの延長線上にあるものではなく、全く新しいデッキ
現在まで続くグリクシス・デスシャドウなどの大元になる歴史として、死の影と松川さんは歴史に名を刻むことになりました。もし彼がいなかったら、死の影はこんなにモダンでは使われていなかったのかもしれませんね。プレイヤーのサイトで読める松川さん本人によるスーパークレイジーズ調整力は名著中の名著なので、ぜひ読んでみてください。続いてはハサミタルモ神話版。ハサミタルモ神話版はマジックオリジン後に登場した高速アグロデッキです。このデッキはその名の通りタルモゴイフで神話でバーン。モダンで強いデッキの要素を全部入れれば強いのは当たり前。でもハサミとは一体何なんでしょうか。ハサミの部分に当たるのがマジックオリジンで登場したアーティファクトの魂込め。アーティファクト1枚を55のクリーチャーにすることができます。2段目から55でパンチできるインパクトはまさに青いボールライトニング。これを装備するのが羽ばたき飛行機械やダイレードのスカージなどの現在の神話デッキでもよく見かけるクリーチャー。もともと神話というデッキはオパールのモックスやバネハの太鼓の存在によって実質的に5色全ての色が出すことができます。マナベースを神話に寄せることで、このデッキは相手よりも早く各色の攻撃的なクリーチャーを展開し続けることができます。安心と信頼のデカさタルモゴイフとアーティファクトの魂込めで相手にプレッシャーをかけ、バーンに当たるのが神話デッキ最強火力のバックヘイ派、そして関連派。条件付きではありますが、いずれも火力は稲妻を凌駕しており、相手のライフを5点ずつバキバキに削って勝利します。しかしその反面、所属に全てをかけているため、ロングゲームでアドバンテージの取り合いになった場合不利な一面も。当時の高速化したモダン環境を象徴するようなデッキでした。続いてはランタンコントロール。こういった群雄割拠の一方で、コントロールもやはり活躍することになります。この年で活躍したのはランタンコントロールです。一般的にコントロールといえば、除去とカウンター、ドローを繰り返して手札がいっぱいある状態でゲームを続け、最後は巨大なカードでゲームを締めくくるのが一般的。しかしこのランタンコントロールは、手札が少なくなれば少なくなるほど強固なロックを決めることができます。キーカードになるのは罠の橋。このカードは自分の手札よりパワーが少ないクリーチャーでは攻撃できなくなるという効果を持っています。つまり自分の手札がなければ何人たりとも指一本触れられない無敵の状態に。手札が少なくなればなるほど有利になるというのは画期的なデッキですね。そしてもう一枚のキーカードとなるのが洞察のランタン。生贄に捧げてライブラリーを切り直し、デッキトップを見るだけという一見何もやっていなさそうなカードですが、相手のデッキトップを把握し、引かれて嫌なカードはシャホン裁断機なので墓地に落とし、最終的にはライブラリアードで勝利します。しかし一方で、最初に打てる思考囲いで相手の手札が削れなければそのまま敗北してしまいますし、その前に相手の動きを把握できていないことはそのまま自身の敗北につながってしまうというクロート好みの渋いコントロールデッキとして現在でも活躍しています。続いてはカンパニー。出産の殻の禁止以後、クリーチャーを使ったコンボデッキなどは下火の傾向にありました。しかしタルキルリュキレンで登場した集合した中隊は全てを変革していきます。集合した中隊はデッキの上から6枚のカードを見て、その中から3マナ以下のクリーチャーを2枚選んで場に出すことができる4マナのインスタント。単純に考えてもインスタントとして2枚のカードを場に出すことができるため、2枚分得をしている上、インスタントで何枚ものカードを揃えることができます。その恩恵を最も受けたのは、出産の殻の禁止によって速度低下を余儀なくされた無限環境やエルフなどの以前紹介した各種クリーチャーコンボを使用するデッキ、そしてバントスピリットなどのクロックパーミッションデッキでした。現在でもこの集合した中隊を使ったデッキが活躍を続けていることからも、ハルキルブロックのカードがいかに強力だったのかがわかりますね。というわけで2015年のモダンで活躍したデッキ5000でした。当時はですね、モダンマスターズ2015年度版が出たりですね、あとフェッチランドが再録されたことによって、モダンへのね、参入障壁っていうのがね、一番低かった時期なんじゃないかなと思いました。皆さんもね、この時期にね、思い出に残ったデッキとかありましたら、ぜひね、コメントで教えてください。また、このチャンネルを運営しているハレリアは、全国各地に11店舗を展開する、日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群。最新のデッキリストや戦略誌も豊富なので、ぜひ一度概要欄のリンクからアクセスしてみてください。というわけで、今回は以上になります。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それではまた。